はい、こんにちは。今日は津田塾の、公式点の問題ですね。P、Q は互いに素な自然数ですと。で、点 A が P0。で、点 B が09なんで、まあ、こういう状態ですね。で、線分 AB 上には、AB 以外に公式点。公式点ってのは、まあ、X 座標、Y 座標がともに整数な点は、AB 以外にありません。ということを示せと。もちろん PQ が互いにそうならと。じゃあ、まず、ごく普通に、線分 AB の直線の式。まあ、Y イコールで出すなら、Y イコール、傾きが P って Q 下がるから、マイナス P 分の QX。で、Y 切片が Q と。で、これ、両辺に、P かけてあげれば、PY イコール、マイナス QX プラス PQ と。で、当然、X は、X も Y も、0よりでかくて、P より小さくて、Y は0よりでかくて、Q より小さいと。で、こういう範囲に、XY を満たす整数があれば、こうしてるんですが、そういう XY 整数はありませんよということを示せばいいんで、じゃあ、右辺を Q でくくってあげると、PY イコール、Q カッコ、まあ、こっちさっき書いて P 引く X と。で、今ここで P と Q は互いにそうですと。で、そうすると、XY ともに整数だったら、こっちが P 引く X が P の倍数なんだっけ。P と Q 互いにそうで、左辺は P の倍数。ってことは、右辺も P の倍数でなければいけない。ところが、Q は P と素なんで、こっちが P の倍数じゃなければいけないと。そうすると、P-X が P の倍数。で、X ってのは0よりでかくて、なんだからこれ、P、こっちの方がちっちゃいのに P の倍数。それはありえませんね、ということで、矛盾するんで、XY を整数ではありえませんと。まあ、ですから、例えば X とかが9分の P とかっていう分数だったらもちろんそういう XY 存在しますが、整数だと、この小さい数の方が、ある数の倍数になるとかありえないんで、そういう整数は存在しませんというのがまず言いましたと。で、次にじゃあ、この三角形 OAB の中に公式点が何個あるかっていうんですが、これもうちょっと極端に書くと、これ、公式点1個こっちにずれると、これは、はみ出ちゃう。で、これはまあ、1個下に下がっても、まあ、入ってるかなと。で、2個行ってもまだはみ出るかな、3個行ったら入るかなっていうふうに考えると、とっても考えづらくてしょうがないと。じゃあ、どうしたらいいかというときに、まあ、このカッコ1番で、この線上にはありませんよと言えたんで、こう反対に、長方形にしてあげれば考えやすいんじゃないかと。そうすると、こう長方形の中にこうして何個あるかが簡単と。周上は含まないから、こっから、これ別にどっちが上か関係ないんで、この長方形の中だけだったら、まあ、何個点があるかっていうと、ここまでに0から9までなんで、9たす1個。で、両端含まないから、9たす1個から、両端含まないから引くにすればいいんで、9引く1個。で、こっちも同様に P 引く1個。で、長方形ですが、まあ、こういう状態で、ね。ですので、この中の公式点の数は、この掛け算、長方形の中は。で、今、カッコ1番で、線分 AB 上、対角線上にはありませんって示してあるんで、対角線上にはないんで、こっちに仲良く半分に分けられるんで、これが答えになりますと。ということでございます。じゃあ、以上です。ありがとうございました。